今回は吉野家の牛丼を圧縮して食べていきたいと思います。いやどうでしょうかね、こちら吉野家の牛丼なんですけど、いやこの時点で美味しそうですからね、いいじゃないですかね。これをちょっと圧縮していきたいと思うんですけどね、どうでしょうかね。まずこのパックにですね入れていこうかなと思うんですけど、なかなか入りづらいですね。こちらパックに入れました。いやこの時点で美味しそうですからね。このタレに、ご飯にタレが染み込んでる感じがまた格別じゃないですかね。でこちらを圧縮していきますけどね、これはいいんじゃないですかね。やっぱり美味しいものを圧縮したらさらに美味しくなるんじゃないですかね。どうでしょうかね。こちら結構熱々ですね。意外と熱を保ってる感じですね。おにぎりですからね。こう空気を抜きながらですね潰していきますよ。旨味も凝縮されるんじゃないですかね、こういう風にすることによってですね。吉野家の牛丼だったのかっていうところも圧縮ぶりじゃないですか、ね、結構チリチリきました、ね、別の食べ物ですね。やっぱりこうなるとですね、牛丼だったのは分かると思いますけどね、どうですかこの感じですね。圧縮してですね、これが牛丼だったのかっていうことですよね。ちょっとおにぎりっぽいじゃないかな、これ。巨大なおにぎりじゃないですかね。いろんな方向から圧縮することによってさらに濃縮されるようですね。水分が多いんであれですけどね、どこまでできるかってことですよね。ちょっと水が多いというか、つゆが多かったですかね。どこまで形を保ってられるかというのもあれですけどね。巨大なおにぎりですからね、これ。らしくなったんじゃないですかね。そろそろいいですかね。これ以上はさすがにもう縮まんないですかね。どうしてもご飯は水分量が多いんで限界ありますね。潰す限界ですね。パンの方がすごいちっちゃくなんですけどね。ご飯だと普通の大きいおにぎりって感じですね。これとりあえず出していきます。とりあえず牛丼ボールですよ。吉野家の牛丼がまさかこうなっちゃうっていうところですよね。
見た目もまたあれですね、肉がないからあれですね、肉の部分が見えないんで、どうしますかね。こっちが、まあ、ちょっと肉の原型ですかね。肉と玉ねぎの名残が見えますね。とりあえずこちらをですね、切っていきますかね。どうですかね。結構形を保った状態で切れましたね。お、中に肉が入ってますね、これ。本当に大きな牛丼おにぎりみたいな感じですね。とりあえずこちらを食べていこうかなと思いますね。いや、面白いですね。どう切りますかね。ちょっとちぎりながら一口サイズにしてからいただきますね。いや、もちもち食感がまた新しいですね、これ。いや、いいんじゃないですかね。これはこれでありだと思いますね。うん、いいんじゃないですかね。ちょうどつゆが多いかなと思ったんですけど、適度な量なんで逆にいい感じですね。これ美味しいですよ。いい感じの牛丼ボールじゃないですかね。牛丼のおにぎりですからね。うん、いいもんですね。やっぱり元が美味しいから全然いけますね、これね。うん、こういうのもありかもしれないですね。いいもんですね。新しい発見がありますよ。いや、いいもんですね。ということで、本日はこの吉野家の牛丼を圧縮していただきました。ご視聴ありがとうございました。